スタートです、えー。おはようございます。こんばんは。えーえー、1分間のタクですね。農家との編集でお送りしています、えー。今日も常年つくさチャンネルのニスントラガオから中国経済ガチカウント、ついにデフレン突入、えーえー、台湾総統戦介入失敗でションブリーの中国、追い打ちをかけるように、えー、各種経済首相が非常な事実陳列、出口は不況、出口は 不況に政府はということで、えー、この相当、台湾の相当選挙は3期連続の民進党の来、清徳氏が当選しましてね、この中国のこの、えー、生情報は失敗してますね。中国もこの年早々今日の12月ですね、各種の統計が、ああ、思わしくないですね。まあ、デフロー方向。 このきちんと4倍に膨れ上がった今10%ですけど、えー、きちんとこの不動産バブルですね不動産不況を整理してないですねいろいろな、えーえー、この。 え、小手先でしてますけど、なかなか根本,本か、根本的な解決にしてませんね。え、経済自由化、え、その、政治の自由化ですね。えー、この情熱草チャンネルのイストドラ顔から中国経済えガチカウントダウン、ついにデフレン突入、中国、台湾相当戦、介入失敗で、ションブルの中国、追い打ちをかけるように、えー、各種、えー、経済指標が非常な事実陳列。 えー、出口、えー、出口なき不況に政府はちょっとで、えー、またまた中国経済、注目をしていきたいと思います。えー、マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また聖書に興味があり聖書を学びたい方、募集しています。一緒に政府書を学びませんか次回の一分限定とでお会いいたしましょう。マサトでした。終言です。パジャンブルジュ、シャロム、シャロム、シャロム。